霊夢、大変だぞ。どうしたのよ。9月4日の日経平均株価が、マイナス1638円だぞ。その日のダウが大きく下がっていて、嫌な予感はしたのよね。この辺は本編で最初に、取り上げてるわ。それで、原因は、米股弱化と NVIDIA の株価急落だったりするわ。生成 AI バブルがいよいよ弾けようとしているのかしら。さあ、ただ我々が思ってたようなイノベーションは起きないかもしれないわね。ディープフェイクという。もはや、動画に登場する人間ですら、疑わないといけなくなる社会が、到来したけど。霊夢、収録する時間よ。では、記事のタイトルを読むわよ。韓国浅漬けキムチもう食べられない、白菜、ニンニク、唐辛子価格高騰で高級品になったキムチ。では、記事のツッコミを読むわよ。今、2024年9月4日の、朝に原稿書いてるのだが、アメリカがやばい。というより NVIDIA がやばい。こちらも生成 AI バブルがいつまで、続くかは韓国経済の、半導体。SK ハイニックスやサムスン電子の業績に、大きく関わるので7月頃から、割とこの手の話題を監視していたのだが、どうやら生成 AI バブルに、陰りが見えてきたかもしれない。しかし、割とアナリストは楽観論なんだよな。バブルが弾けるのは一瞬なのに、それだけ。今、証券市場は情報活用にも、AI が判断しているのか、織り込むのが早い。日経平均株価の4200円の、急落だって AI による投資判断で、売り一択となって、ああなったんじゃないのかとこちらは疑ってるぐらいだ。つまり、取引がもう人間の判断する速度ではない。だから、生成 AI バブルが弾けるならそれはもう一気に、瓦解する恐れがある。そのため、NVIDIA 関連や株価については毎日、監視して動向を探っておかないといけない。そして、9月3日のダウでそれが起きた。では、記事を引用しよう。ニャス姫、お願い。わかりましたわ。読んでいきますわね。ニューヨーク、3日、ロイター。米国株式市場は3指数とも、大幅下落して取引を終えた。この日発表された経済指標で、米製造業の活動は、当面低迷が続く公算が、大きいことが示唆され、市場心理を圧迫した。9月は、歴史的に見て株価パフォーマンスが悪いことも警戒されている。3指数の下落率は、8月上旬以来の大きさとなった。業種別では、S&P 総合500種の11部門のうち9部門が下落し、情報技術、エネルギー、通信サービス、素材が下げを主導した。米供給管理協会 ISM が3日に発表した8月の製造業景気指数は、8ヶ月ぶり低水準だった7月の 46.8 から47.2 に上昇した。ただ、新規受注のさらなる減少や在庫増加から、製造業の活動は、当面低迷が続く公算が大きいことを示唆した。アレクシス・インベストメント・パートナーズのプレジデント、ジェイソン・ブラウン氏は、1950年代以降のデータによると、9月は、株式市場のパフォーマンスが最も悪い月の一つとみなされていると指摘した。巨大ハイテク7銘柄マグニフィセント7が下落。NVIDIA は 10% 近く下げ、時価総額は2790億ドル減の2兆6500億ドルとなった。米企業の1日における時価、総額減少幅としては過去最大を記録した。このほかアルファベットが 3.6%、Apple が 2.7%、マイクロソフトは 1.8%、それぞれ下落した。フィラデルフィア半導体指数は 7.8% 安。株式投資家の不安心理の度合いを示す、シカゴオプション取引所 CBOE の、ボラティリティインデックス VIX 指数は 33.2% 上昇の 20.72 と、1日としての上昇率と終わり値の水準がいずれも、8月上旬以来の高さとなった。市場関係者は、6日発表の米雇用統計を前に、いくつかの労働市場関連指標を注視している。テスラは 1.6% 安。2025年終盤から中国でクロスオーバー SUV スポーツタイプ多目的車、モデル Y の6人乗りの生産を計画していることが、関係者の話で分かった。ボーイングは 7.3% 下落。ウェルズ・ファーゴが投資判断をイコールウェイトから、アンダーウェイトに引き下げた。
ニューヨーク証券取引所では、値下がり銘柄数が、値上がり銘柄数を、252対1の比率で上回った。ナスダックでも、35対1で値下がり銘柄が多かった。ニュースは以上。霊夢、あとはお願いね。ありがとう。続きを読むわね。なんとダウがマイナス626ドル安。最近、最高値更新中だったので、利益確定売りが出てるとはいえ、今日の日経平均が怖いよな。今、日経平均先物確認したらマイナス1160円だ。これは1000円以上下げて、スタートになりそうだな。パニック売りが出れば日本の、半導体関連もただでは済まないと思われる。もちろん、NVIDIA が下がれば、韓国の SK ハイニックスも、急落するだろう。この日発表された経済指標で米製造業の、活動は当面低迷が、続く公算が大きい。9月に利下げ示唆する時点で、当然、景気悪化は予想通りであり避けられない。個人消費は堅調であっても、製造業は高金利に、苦しんでるのが現状と。アメリカの雇用統計は良くない内容だったので、利下げはするだろう。問題は 0.5% というビッグステップが、起きる可能性も高まったってことだ。これについてはまだまだ米経済指標は出てくるので、判断は難しいな。次に NVIDIA についてだ。NVIDIA は 10% 近く、下げ、時価総額は2790億ドル減の、2兆6500億ドル。米企業の1日における時価総額、減少幅としては過去最大を、記録。なんだよ。この恐ろしい急落は、株価を確認しておこうか。これが1日の動きだ。本当に1日なんだ。なんだよ。この恐ろしい下げ方。NVIDIA 決算内容はかなり高決算だった。それでも売られて、さらに売られていくのか。このように生成 AI バブル崩壊を思わせるような急落だ。あと、中国経済でも気になるニュースがある。どうやら習近平国家、主席は重病だとか？まあ、経済対策で頭悩ませたら病気にもなるか。では、記事を引用しよう。習近平国家主席の、重病説が流れている。ニュースウィーク日本版の、リアン・イーゼンの寄稿によれば、習氏が、7月30日を最後に20日間、公の場に姿を見せなかったことから、重病説が流れているのだという。8月19日に訪中したベトナムの、トウ・ラム共産党書記長を、出迎えた習氏だが、その報じられ方がいつもと、違い、ますます習氏の周辺で、異変が起きているとリアン、以前はいぶかっている。それにもまして、中国政府の海外からの、信頼は大きく揺らいでいるのは、中国政府が打ち出す経済政策が、ほとんどホラー映画のようだからだ。中国では、やるべき需要対策を打たずに、供給側の対策を、熱心に進めている。失敗を検証したり、反証したりせずに、思い込みで意味をなさない。政策のオンパレードである。まるでホラー映画のような経済政策。8月24日付フォーブスは、中国経済の失敗の、パターンは退屈なほど繰り返されている。ホラー映画の続編のように、飽き飽きとした公式がもう何年も、繰り返されている。だが、政府は問題を無視するか、不適切もしくは思いつきの、政策を打ち出し、問題を改善することができないでいると、報じた。このような論調が最近増えてきたが、ここまで中国政府の無能さを、糾弾した論説記事は初めてだろう。思いつき政策、の最たるものは、低空経済振興策だと、思う。低空経済とは低空域高度 1000m までの、空域を活用した旅客輸送や物流のことだ。政府はこの空域の規制を、緩和し、ドローン無人機や空飛ぶ車などの、開発を促進する考えだ。中国政府は低空経済の規模は2030年までに2兆元、約40兆円になると予測しているが、業界団体からは成長への具体的なロードマップが示されていないと懐疑的だ。不動産バブルの崩壊による需要の低迷が不況の原因であることがわかっているのに、小手先の供給サイドの政策で、お茶を濁しているようでは、中国経済全体の、
低空飛行は永遠に続くだろうとの、皮肉も言いたくなる。民衆の反発が高まっている。政府が信頼を失えば、中国経済の早期回復が、絶望的になるのは確実だ。これまで経済に深く関与してきた地方政府が、疲弊しているのも気になるところだ。ブルームバーグの試算によれば、地方政府の7月の土地使用権売却収入は、前年比 40% 減の2500億元、約5兆円と過去最大の落ち込みとなった。金欠となった地方政府はあろうことか、罰金収入の増加で、ここをしのいでいる。地方政府の2013年の罰金収入は1613億元、約3兆2000億円だったが、昨年は3800億元、約7兆6000億円と、2倍超になったと言われている。8月27日付、日本経済新聞。不動産不況で収入減が、大幅に減少した地方政府の、苦肉の策だが、市民の不満が溜まり、社会不安を招く危険性が、指摘されている。政府からなけなしの金を巻き上げられる国民の、懐事情は悪化するばかりだ。豪雨などの影響で農産物価格が、直近1ヶ月で4割以上も、高騰している。各地で水害被害も多発している。この半年の死者、行方不明者の、数は昨年の3倍以上の、322人に上がっており、毎年のように発生している大洪水は人災、すなわち、政府の失政のせいだとの、批判が国民の間で広まっている。そうした中で、最も深刻なのが若者の雇用だ。中でも一人っ子政策が生み出した未婚の男性が余剰男と呼ばれ、危険視され始めている。ニュースは以上。まあ、中国の尻滅裂な経済対策については数年前から、いろいろと無能だと言われてきたが、なんだこれは。文章を読んで驚いた。低空経済とは低空域高度 1000m までの空域を活用した旅客輸送や物流のことだ。政府はこの空域の規制を緩和し、ドローン無人機や空飛ぶ車などの開発を促進する考えだ。なんか SF 映画だと未来都市みたいで、格好良い感じがするんだが、これはありえない。なぜなら、我々はドローンや空飛ぶ車が上空を通過することに、危機意識を持ってるためだ。単に誰かが飛ばす程度の数ならいいが、それが物流の通り道となれば、怖くて外を歩けないという、バック、ブ、ザ、フューチャーに、出てきたような、空飛ぶ交通路はどう見ても、怖いという、そもそも空飛ぶ車そのものが、怖いんだよな。誰がどう運転するんですかね。普通の自動車免許で、車を飛ばすんですか？普通に考えたら、空の交通での特別な免許がいるはずだ。ヘリやセスナのようなものを飛ばすような。さすがにこれは愚策としか言いようがない。安全というものが全く感じられない。我々が外を普通に歩けるのは、空を飛んでるものの数が少ないからだという認識がない。たまに上空に飛行機が飛んでいても、おお、飛行機雲が格好良いなで、終わるが、それが目視できる範囲で数百機が一斉に飛んでるのが日常になればどうなるか。どう見ても恐ろしくて外なんて歩けない。地球に重力が存在する限り、飛んでるものは必ず落ちるのだ。飛行機が許容されてるのはそこまで数が多くないからに過ぎない。次にひどいのはこれか。金欠となった地方政府はあろうことか、罰金収入の増加でここをしのいでいる。地方政府の2013年の罰金収入は1613億元、約3兆2000億円だったが、昨年は3800億元、約7兆6000億円と、2倍超になった。これはあれだな。地方政府が金がないので、罰金という形で市民から金を巻き上げている。今まで些細なスピード違反なら見逃されていたが、少しでもオーバーしたら、取り締まるみたいなやつだろうか。まあ、こうなってくると庶民は生きづらいよな。どこかしらで見張られている。このように9月利下げ前に、アメリカの景気もかなり悪化。中国もやばい。もちろん、米中経済に大きく影響を受ける韓国も、ひどいありさまとなる。9月4日の韓国証券市場も、
嵐の予感がするよな。それで、韓国では8月の猛暑や、集中豪雨で白菜や、キャベツの価格が高騰しており、日本の3倍の値段になったことは紹介したが、あれからさらに上がっているみたいだ。当然、キャベツや白菜といえば、韓国人の国民食であるキムチの価格に大きく影響を与えているようだ。なんと白菜価格が9000ウォン。つまり、日本円で1000円以上だ。地元のスーパーで白菜は298円だ。もう3倍どころでは済まないな。3.4 倍ぐらいか。では、記事を引用しよう。マリサ、あとはお願い。おう、最後まで読むぜ。ソウル、サンイルドンに住む主婦の、イ・ユンヒさんは夕食のおかずに、こっちょり、浅漬けキムチを作るためスーパーに、寄って白菜の値段に驚いた。イさんは先月には6000から7000ウォン700円前後程度だった。韓国産白菜1株が、9000ウォンに上がった。当分こっちょりは食べられなさそうだと、話した。この夏は梅雨と猛暑が続き白菜需給が、厳しくなっている。異常気温で栽培面積が、毎年減っている上に最近は病害虫まで、猛威を振るっており、供給量がさらに減った。昨年過去最大の輸入量を、記録した中国産キムチの、需要はさらに増える見通しだ。韓国農水産食品流通公社 AD によると、白菜の平均小売価格は、1株6545ウォンで、前月より 19% 上がった。通常夏になると白菜価格が上がるが、昨年より 18.53%、平年よりも 4.6% 高い価格だ。白菜は涼しい気候でよく育つため、夏は主に高冷地白菜が市中に出回る。しかし気候変化の影響で、夏の白菜耕作地は毎年減少する傾向だ。統計庁によると昨年高原道寒温度地域の高冷地白菜栽培面積は5242ヘクタールで、1996年の1793ヘクタールから年平均 2.9% ずつ減っている。その上、今年は寒雲、テベク、サムチョクなどで虫害が発生した、に面積あたりたり生産量まで打撃を受けた。キムチのまた別の主材料である唐辛子、ニンニクなどの価格も高止まりしている。この日 AT が集計した乾燥唐辛子の小売価格は 600g あたり 18,854 ウォンで、平年より 6.5% 上がった。むきニンニクの小売価格は 1kg 12,72 ウォンで、平年と同水準だが、昨年よりは 22.65% 上がった。食品業界関係者は原材料価格も急騰したが、材料保存、キムチ製造、流通など生産段階別のコストが上がり続けている。値上げ要因は蓄積しているが、政府の物価安定基調に応じるために、値上げ時期は様子を見ていると話した。国産白菜価格が高騰し、キムチ輸入量も急増する傾向だ。関税庁によると1から7月のキムチ輸入額は9847万ドル、約144億円で、前年同期より 6.9% 増加した。年間キムチ輸入額が最も多かった2022年1から7月の9649万ドルより多い。韓国に輸入されたキムチはほとんどが中国産で、韓国産キムチより約 40% 安い。物価上昇でコストが増えた飲食店や外食業者などで、輸入キムチの需要が増えた可能性が大きい。この夏の白菜価格上昇幅が大きくなり、キムチ輸入量はさらに増えるものとみられる。セジョン大学経営学部のキム・テジョン教授は、キムチは基本食品なのため、価格が上がれば消費者の体感物価が大幅に上がりかねない。白菜需給は気候問題もあり、高冷地栽培面積が毎年急減しているだけに、輸入白菜やキャベツなど代替品を確保するための政府の悩みがさらに必要だと話した。ニュースは以上。白菜だけではなく、ニンニク、唐辛子まで高騰していると。しかも、韓国で白菜を作るには地球の平均気温が上昇しているので、
高冷地白菜栽培面積がどんどん減少していると、まさに異常気象が野菜の出荷量を減少させているわけだ。しかし、これは序の口だ。それで韓国の中国産キムチの輸入がますます増大している。でも、すでに 97% が中国産キムチだよな。もう、97% が 98% になったところで大した意味はないんじゃないか。まあ、家庭で秋から冬にかけて、キムチを作るそうだし、このまま白菜や、キャベツが高騰していれば、自家製キムチ作りも大変そうだな。しかし、政府が補助金出していてこの値段とか、韓国産、物価下がっているんだよな。なんで物価下がってここまで、飲食価格は高騰しまくりなんだよ。ニュースは以上。霊夢、韓国産はもうキムチすら食べられないのか。そうみたいね。でも、どうせ中国産ばかりだから大した問題じゃないわよ。日本人からすればそうかもしれないが、韓国人には一大事だと思うぞ。そろそろキムチから卒業したらどうってところよね。別にキムチ食べなくても生きていけるんだから。白菜やキャベツの野菜は摂取がいるけど。といったところで今回はおしまい。ご視聴ありがとうございます。次の動画も見てくださいね。チャンネル登録よろしくだぜ。それでは次回。バイバイ。